サッカーです皆さん、スポーツをそしてアビスパ福岡をはじめさんこんばんは。えー、今週も YouTube ライブインスイド福岡時間やってまいりました中倉です。竹丸です。よろしくお願いします。ますえー、サッカーで皆さん、んちょっと待ってくださいよ、ね。おじまさんこんばんは。音が出て。えー、今週も。ええー、先週予告通りええー、二連勝で放送を迎えました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。やりました。 いや2試合ともね、アビスパらしい、いいゲームで、はい、あのいい形でね、えーうん、連休、ま,あ、まだあさってもう1試合ありますけど、いい形でね、あのうん、終えられたな、終えられた、進んでるなという感じですね。はい。まあ、そのせいかコメントも一気にわーっと入ってきましたけれども。うん、<laughs> ありがとうございます。いや、えー、っと、J1 でいつ5点取ったのかなっていうのが、試合終わった後ね、はいえー、メディアの中でも話題になってて。うん えっと、山形戦ですかね、2011年、はい11。11年。はい。あの、後ろ、ね、浜先生が2点取ったやつかな。うん,う,んうん。アウェーの山形戦だったと思いますけど、うん、まあ、それ以来だということでね。はいあ。まあ、ただ、まあ、あの、まあ、おいおい皆さんとも細かい話したいと思いますけど、今もちょっと番組始まる前に竹村君と話してましたけど、僕のノストには何点でも取れると、はい、あの、かなり早い時間に。<laughs> <laughs> ってますあ、まあ、ちょっと昨日、うん、あのメディアのズームの,打ち合わせあの会見があって、まあ、あの長谷部監督もちらっと言ってましたけどやっぱ最終ラインのねあのポジションに違う選手がいたので、うん、ということであと言葉にが濁してましたけど、うん、まあそこをちゃんと見事についたということですかね。 裏に蹴ってたのもあの山,山岸選手がともうあとスカウティング通りで裏は空いてるって触れたんでそこを狙ってたっていうところなんであので、まあ、それにしても、ね、裏に蹴りさえすればてんだみたいな展開になってましたけど、まあ、そういう意味では、ね、ルキアンが絶対どっかに出てくると思ってたんですけど、ねはい、あ,のああいう展開だとルキアンはいくらでも点取れるだろうと思ってたんでただファンマンも効いてたんでね前半ね。うんうんうん あのその辺の判断を長谷部監督がいつするのかなってちょっと興味,興味深く見てたんですけどもね、頭から行くのかあの、なんていうかな、途中、後半途中で入れるのかっていうところでちょっと興味深かったんですけど、まあ、監督の話をすると、ちょっとファンが痛めてたんで、頭からいきましょうということだったということでしたけどね。見事にその交代で田中選手と ケ電選手がいきなり点をアシストゴールという形で2人が絡むというのもね先制点も3点目もキックオフ程なくというかね入っちゃったみたいな感じでしたから竹丸君はどうですか京都、ふと2試合ありましたけどすやっぱり2試合ともアビスパらしいなというのがまずあったかなと思います。京都戦に関してはやっぱり まあ最初スコアの勝利でしたけどやっぱりこう粘り強さというかここはチャンス仕留める、うん、ここはしっかりチーム全体で粘って守るっていうところがはっきりしたゲームだったんですごくこう引き締まったゲームだったのでアビスパらしいなと思ったのが京都戦うん、うん、でエフト戦に関してはやっぱりこうアグレッシブさで、ね、やっぱホームのパワーっていうのも生かしながら立ち上がりからこう 前に前に押し込んで、相手に圧力をかけて、数字でも出てたんですけど、あのボール放置率は確か65かな、相手が。で、うちが、うん、35、うん、40、100ぐらいだったと思うんですけど、うん、プレイヤーが相手の陣地の方がほぼ4割近くだったと思うので、うんうん、まあ素晴らしい数字が、それがこう良い守備が良い攻撃につながった。 This is Avispa という,う試合だったかなというふうな、うとてもいい2試合だったと思います。そうですね。2試合とも本当にいい守備からのいい攻撃というのが目立ちましたよね。はい、まあ、昨日の記者会、お一昨日の会見でも、瀬戸監督最後に皆さん得点褒めてくれるけど、守備のこと書いてくださいっていうようなことをね、おっしゃってましたけど、うん、まあ、確かに不当戦も、 あの、結果的には5対1でしたけど、1点取った後は、やっぱ、あの、向こうの守備はね、いくらでも攻略できる。まあ、ここに僕もノート書いてあるんですけど、いくらでも点取られる、取れるけど、いくらでも点取られる可能性もあるなって書いてあって、まあ、向こうのあの、3人の、前の3人ですかね、外国人の。あと、左サイドバックと31番の選手ですかね。前の3人が強烈なんで、そこに、左サイドバックと2列の31番が絡んで、えー、やっぱ、 前向かれると迫力がかなりあったんでね、あの隙見せるとあの、こっちも何点取れるか分からないみたいなゲームでしたけど、やっぱそこをあのミスの1点で、1点で防いだところが、やっぱりあの5点を生んでるなという感じもしますし、京都戦も結局、豊かに打たせたシュート1本だけっていうね、うん、トータルでも3本ぐらいだったっけ。そうですね決定 ほぼ2つかな、前半のオフサイドのシーンと後半のちょっと左外れたシーンという形だったので、両方とはやっぱりいい守備がね、得点、はい、数は1点と5点と違いましたけども、うん、いい守備からの攻撃って非常にあの効いてるゲームだなと、まあ、アビスパらしさがあの戻ってきたなという感じですね。そうですねやはり2試合ともこうプレスの設定がすごく良かったなというふうに思ってて、共同、うん、戦もそう、共同戦は多分 想定してた試合前に想定してた立ち位置とかシステムではなかったと思うんですけど、相手が。うんうん、そこでもしっかりこう、まあ、先制点取った後はしっかりアジャストして自分たちのいい守備に持ってきましたし、あのう、F2 戦もあのそのビルドアップのところもすごく制限をかけて特に前の強さの選手がアンカーが下がって3対2の状況を作られましたけど、う,んうん、うまく外に追い込みながらこう。うんうん 一定の方向に追い込んだんで、後ろの選手もこう連動しながら、いい形で前向きにボールを奪うことができて、そこからこういい攻撃につながってたので、どちらもこう連動したプレスっていうのが非常に際立った2試合だったかなと思いますね特に京都はね、あのー、山西選手がボールをそのまま取っちゃうシーンも結構多かったし、はい、で相手が苦しまるように縦に入れると、ほとんどあの前選手が待ち構えてボールを取るっていうシーンがすごく多かったし。うんうん 不当戦もねあの、確かにこう両サイドバック上げて、アンカー下がって、スリーバックみたいになりましたけど、はい、あのうまくプレッシャーかけてあの、センターバック2人から前にいいボール入ってこなかったですもんね、もう、パスとか、まあ、そんなことばっかりで、うん、あの非常にあの制限かけたいい試合だったなと。まあうん エフトのサポーター番組見てないと思いますけど、ちょっとね、あの監督も言ってましたけど、まあ、あの、まあまあ、センターバックがね、怪我してたこともうちにとっては、あの、幸いだったっていうのはあるけど、二人け、怪我したらあれ、あの二人っていう、なんかこう、選手構成もちょっと、エフトは困ってたのかなという感じは。 ありますけどもね、ちらっとラゾンでも見直したんですけど、うん、最終ラインが最終ラインになってないとか、橋田さんが言ってましたけどね、まあ、それもうちの前向きのプレスがあったからだと思いますけどね。はい、えー。じゃあ、コメントいきますか非常にたくさんをいただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うんさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。 アビスパケチャドバスペシャルの会場はこちらですか <laughs> <laughs> いやついに本領発揮ですとこん,、うん、んな素晴らしいゴールデンウィークになるとは最高ですと 2>,、うんえー、2連勝でコメントあふれるので朝までよろしくお願いします <laughs> <laughs> ちなみにねちょっとね、はい、あの整理してみたんですけどこれ皆さん分かると思うんですけど、はい、これ上がね去年の第11節の段階での星取り票っていうか勝ち負け設別の 勝ち負けの感じですねっっててるあはい映ってますすす上上が去年ですか、ね、上が去去年年です、ねいはい、でかね、はい、ああの勝てそうで勝てなかったりとか引き分けできそうな試合で引き分けられなかったりしたのでなんかまあもや,もや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 した感じがしましたけどこうやって改めて並べてみると去年とほぼ今年の方が一応多いのかなかしてねうん、うん、去年とほぼ同じではい、はい、えちょうど去年はここが1 11節かえ、不当戦が勝って、ここから6連勝だったんですけど、まあ、同じように10節、11節と今連勝して、次、湘南戦というところですけどね、まあ、監督にもちょっとそんな話したんですけど、まあ、その、なんだろう、今言ったように、勝てそうだったのに決めきれなくて勝引き分けちゃったとか、引き分けられそうだった、追いつけそうだったのに負けちゃったみたいなのがあって、ちょっともやもやしてる感じはあったけども、まあいや、監督としては10試合ぐらい。 すると、そのある程度まあのこうなんだろう。チームとしてまとまってくるだろうな。というようなことをあのまあ、思いながらというか、願いながら日々あの積み重ねてきたって話はされてましたね。まあうんうん、少ないとはいえ、人数あの新しい選手も入っているので。 まあその辺が、あのまあ、昨ののゲームなんかも、エフトなんかもそうですけど、やっぱ田中達也選手とか、ルキアン選手とか、まあ、前島選手もそうだし、あのどんどんね、こう、試合を重ねる中で、はい、あのフィット度合いが増してきたっていうかね、そんなこともあんで、いよいよこのあたりから、まあ、去年は6連勝で、そんな簡単に6連勝なんかできませんけども、うんうん、ここのあたりから、 えー、かなりそのやってきたことと結果がつながるケースが増えてくるのかなという感じはしないでもないなと。なので、うん、こうすごくいい競争が始まったなという感じがしててセンターバックのところもそうですしサイドハーフとかフォワードのところも含めてこの選手が活躍したらまた次の。 新しい選手が活躍するみたいな、こう、気替わりヒーローじゃないですけど、うんうん、そういう形でどん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 毎試合ヒーローが、新しいヒーローが出てくるので、そうですね。うん、じゃあ次頑張、負けられないっていう、そのね、うんうんまあのー、出られなかった選手と、またこう、火がついてというか、そういう形で、こう、いい循環が始まってるなっていう感じですね。そうですね。うん、選手なんかの話聞いててもね、こっちは聞かなくても北島の話は出てくるんですよね、選手の口から。うんうん、で、なんだろうな、 若いの頑張ってるぞって感じじゃないですね。もう、もう普通に北島っていう選手がいて、あの、それ、まあ、要するに普通に活躍してる。若くて頑張ってるなって評価じゃなくて、もう完全にライバルっていうか、ポジションを,を争う一人として、みんなが北島のことを見てるっていうのも、あの、今言ったね、競争力上がってきたっていうところだと思いますね。あれがただ若いさ頑張ってるだけだと、もう一つなんですけども、完全に、あの、 先発争う選手の一人という認識を全員がしてるんでね、そういったところもねあのよくなってきてる証拠でしょうね。そうですね原賢治さん、こんばんはよろしくお願いします。京都 F ト2連勝、うん、特に F トの試合はホームで5ゴールで圧勝、うん、そうでしたねと。うん、ホームでの5ゴール、いつ以来か忘れました、ねうん、<laughs> ホームで5点えっと、その前、えっとね、J2 の時は。 やっぱり連休明けの熊本戦で6対1とか良かったと思うんですけどね。<ー>2010年だったかな。はい,はいはいはい。連敗して迎えた、連敗して迎えた連休中の確か5日の試合だったかなと思うんですけど、中3日中で迎えた試合で、確かにアビスマン負けてて、えっ、ー、とね、工藤さんと大久保がボツボツ文句言ってたんですよ。こんな工藤さんはこのサッカーじゃ僕はいらないよねとか言ってて、あの当時裏へボーンと蹴って、 長さと走らせるっていう。はいはいはい。で、工藤さんはちょっとふてってたんですね。で、大久保は、あの、まあ、前で受けて、さばいて、もう一回ゴール前に出るっていう選手だったんだけど、んなんだ、あの、なんつったかな、下がってきてボールを受けて守っとけみたいなこと言われてて、あんなんじゃ俺やれ,やれないよみたいなことブぶつぶつ言ってて、ちょっとねあの、チームがバラバラになりかけた時だったんですよね。でそれで庭が あのみんな、その2人にもう,もう1回やろうと、もう1回、のさんのサッカーしようとで、ここで勝てなかったらちょっと考えようやということで、またやったら6対1で対勝して、それからもう大久保選手も、工藤選手も、一言もこのシーズン、文句言わなくなって、もうこのまんまやりましょうっていうふうになった試合ですね。えっとね、もう1回ね、なんか来て、99年にも5点取ってるらしいんですよね。 99年は最終戦負けて同時進行だったレッズが延長戦に入ったんで勝ち点差で残ってレッズが落ちたっていうとんでもないシーズンだったんですけどなんかその時に5点と僕ちょっと記憶ないんですけど5点取ってるみたいですね、うん、だから5点取って J1 で5点取ったのは3試合目って言ってましたねアウェーだったのかな、うん、とにかく3試合目だそうですはい。 グーアンドラッシュさんもこんばんは、よろしくお願いします。ますえっと、あ、京都線は極寒の中、取材お疲れ様でしたあ。いやいや、あの、だいぶ大勢の方足運んでくださってましたけど、サポーターの方こそ大,大変だったと思いますよ、もう雨でね。うん おぉ、なんか屋根があるのにめちゃめちゃベチょベチょになりました。いやいや、<laughs> 屋根は関係なかったね。関係な,なかったですねか。まあ、風が強くて、あ<ー>まあ、行く前にこう、雨は降るって聞いてたんで、うん、まあ、ちょっと覚悟はしてたんですけど、うんうん、まさかあんな風が強くて、こう、ね、めちゃめちゃ寒いと思いながら、もう震えながら見てましたけど、僕も。あと、僕も久しぶりに行きましたけど、あのマンション何なんですかね ね駅前なんか建築中ですみたいな。悪いけど、品がないっていうかね。<laughs> なぜ、だって駅からスタジオ見えなかったでしょ、マンション邪魔になって。うん、そうですね。あれは、あれはなぜあんなとこにマンション建ったんだろうね。うん。多分、あの、マンションのね、あの、あの風もあったと思います、あれだけ高いと。ああ、はい。うんまあの それにしても、えっ、ー、と、記者席は2階の一番奥まったところにあって、一番濡れないところなんですけど、それでもね、開始直後の一番風が強いときは、ちょっと吹き込んできたりしてたんで、とにかく悪天候ですねただ、ピッチはね、あの、あまり影響ないみたいで。そうですね。うん、は,いはい。素晴らしかったですね。うんうん。うんえー、続いて、カル・トマスさんです。こんばんはと。 えー、浮かれ騒ぎたい、あげた子が集まる、<laughs> 居酒屋中高、中竹系は、こちらでよろしいでしょうか <laughs> 盛り上がりましょうね。すごい、なんか、そうっすね。<laughs> うん。お久しぶりに今日今200超えてます、同時視聴者さおありがとうございます。ありがとうございます。あうす、ふ千秋さんもこんばんは、よろしくお願いします。 えー、ジェンさん試合終了前からみんな点取りすぎて次から怖いっちゃけどって、うん、一応に慣れてない大量得点に不安を隠せない感想でした <laughs>、うん、個人的には今まで我慢したんで何点でも取ってもらいましょうよと思いますが、うん、ちょっとと怖いです確かに布団の採取練がちょっと機能してなかったのはあったんですけども、うん、ただやっぱりね大事だったのはねだれなかったってことじゃないですかね。はい よくああいう試合になると、こう、だれちゃって、点、点数は取るんだけど、なんか内容、なんかだれてんじゃねみたいなのが怒こりがちなんですが、はい、相手の調子も悪かったんでね。はい、ただ、この試合あの、いわゆるしっかり守るっていうところと、あのはい、奪ってからこう鋭く前に出ていくところとか、うんうん、アビスポーやらなきゃいけないことが、最後まで90%、だれなかったっていうことが一番大きかったんじゃないかと思うんですけどね、得点もそうですよね、はい。そうですね。うん、はい。 気を抜かずにというか、し、うん、まった状態ができてたのと、うん、やっぱり象徴的だったの八、えー、87分ぐらいだったと思うんですけど、うんあの、前から全体的に相手ボールだったんですけど、連動して前線からプレッシングをかける中で、はいはい、ルキアン選手があのセンターバックからのパスをカットしかけて、外に出あの相手ボールにはなったんですけど、その時すごい雄たけびを上げて、うんうん、バックスタンドに向かって雄たけびを上げて。 ちゃんと最後まで俺たちやるんだぞっていうような気持ちを見せてくれたので、このチーム大丈夫だなと、うん、僕は安心してあのプレーを見たし、やっぱりこれが今の長谷部アビスパだなっていうふうに感じたプレーだったので、すごく印象に残ってます。次はヘクゴリンさんですね。こんばんは、ま、ようやくホーム初勝利、そしてリーグ戦2連勝。 去年も同じゴールデンウィークから上昇していったので、このまま行ってほしいですね。東京戦も作詞長谷部の作戦ががっちりはまりましたね、うんうん。しかし、あの田中からのルキアンの高速クロスはすごかったと。うんうん、あのクロスに合わせたルキアンも良かったし、ここから量産体制に突入し、し期待したいですね。しかし、ルキアンの2点目もあのロングパスからゴールまでスピードがえぐすぎました。いやーねー、これ田中選手にちょっと一昨日話聞いたんですけどね。はいまあ、あ,あれ 確か出すとき、ちょっと躊躇したんだがなんだか、時間かかったと思うんですけど、ボール蹴ろうとしてうん、うん、で、エイアってどっちかっていうと、狙ったっていうよりもなんか、アバウトに向こうのほう蹴ったみたいな蹴り方だったんですけど、どうだったのって聞いたときに、まあ、本当は足元につけたかったらしいんですね、田中選手としては。あはいはい、ただまあ,あの、あのあたりに蹴っとけば、ルキアンはなんとかしてくれるんでって蹴ったら、本当に点取っちゃったつって、笑ってましたけど。<laughs> <laughs> <laughs> まさか点まで取るっていうのは全くチームのみんなも思ってなかったみたいですね。あそこで一回起点作ってもう一回みたいなことは思ってたみたいですけどまさかあのまま一人で振り切ってゴールを取ってくるっていうのは出した田中選手もびっくりして笑ってたぐらいですからまああのルキアの本領発揮なんじゃないですかね。ああいう形になればかなりの確率で点取れそうな気がしますね。ルンカップの ね、今季初ゴールも、はい、ああいうような形だったと思うんで、そうですね、うん、あのあれです、まあ田中選手もだいぶだから、そのルキアンと特に今週は特に話したって言ってましたけど、居残りしながらね、居残りしてクロスの合わせる練習しながら、もうすごくよく話したって言ってましたけど、うん、あのだいたいルキアンがどういうふうに動いてくるかとか、どの辺で待ってるかとか、だいたい分かってきたんでもっとよくなるだろうっていう話はね。うん ししてましたねうん、うんえー、続いて、歌スパ新州さんです。えー、と京都 &F 島に連勝して順位も8位に浮上しました。うん、ようやくアビスパが本領を発揮してくれたのは嬉しい限りです鉄也さん、F 島戦、ここまで10試合で5得点でしたが、1試合で5得点のゴールラッシュ、うん、ケチャドバすごかったと。うん、フォワード・ルキアン待望のリーグ戦初ゴール含む2ゴール、うん、山岸も2ゴール、フォワードが4ゴールを決めた見事な 試合ホーム初勝利で大勝、とても良い試合でしたと。山岸選手、2試合連続ゴール、さん2ゴールということで。特にうちの2点目ですかね、4人に囲まれて抜いてったとかね、ちょっと流れもあの時点で同点に追いつかれた後にうまくエフトの狙いのビルドアップとか押し込む形っていうのが。 されかけてたので、完全にあのシュートシーンゴールも素晴らしかったですし、流れを断ち切るっていう意味でも非常に大きかった。ゴールでしたよね。まあ、ねうん、あのアルベル監督も言ってましたけど、本来。えっ、ー、と、向こうのキューバの選手がトップにいるはずなんですけど、サイドに出して。はいはい、えっと、真ん中に、ね。そうですね。レアキューバ選手。はい、うん。で、あのー。 これ、奈良も言ってましたけどね、やっぱ捕まえづらかったですね。あの、ルッキー、あの、アルベル監督も、あの、前線というよりも中盤の中央での優位性を保ちたいんで、あの、ああいう並びにしたって言ってましたけど、はい、まあ奈良選手にも、もう宮も言ってましたけど、なんかこう、ゼロトップみたいな感じでこう、なかなかどれを、ど、どの位置で捕まえていいのかっていうのが、前半ちょっと、あの、明確にできなかったっていう話をしてて、はい、だから前半の守備はあんま手応えがないんですよねっていうふうに。 奈良選手言ってて宮選手もそのついていきすぎてそのバランス崩すシーンが前半いくつかあったって言ってて、まあ、そういう意味ではあの不当もアルベル監督が意図したことは多分この時間帯にできてたと思うんですよね。 はい、だから2点、だからうちがそこで我慢しきれずに失点していれば逆の感じになったかもしれないし、だからあそこであのうちが失点しないで、次の点をうちが取るっていうところが非常にあのゲームはあの肝になったのかなという感じですね。点取れる感じもあったけど、うんうん、点取られる感じももうあの辺、ぷんぷんしてたんで、お互いに。 そうですね、うん、ちょっとあのト,トーンが同点になされて、ちょっと一回落ち着こうかっていうところでこう向こうが狙いのする形で押し込み始めてたので、どっちに転ぶかなっていう時間帯での山岸選手のゴールだったので、非常に大きかったですね。 ダゾンでアップになってますけど、<laughs> アルベル監督が何してんだみたいな顔してましたもんね。まあ当然そうなりますよね。<laughs> 4対1の状況だったので。しかも同点してね、まあ、監督にしてみればよしよしみたいな感じだったと思うんですよ1点目、事故みたいなもんで、2点目もこっちの事故みたいなもんでしたけど、うん、で向こうの狙いがはまり出してよし,よし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 と思っているところに、あの失点の仕方じゃちょっとがっかりしたでしょうね。うん 続いてが、ジークさんですね、えー。こんばんは。よろしくお願いします。アビスパンの5得点あ、5年前のカナダ戦、そっか、ハウェイでありましたね。ああ、ありましたね。うん。ありましたね。確かに,確かに。えー、っと、ジュンさん、F 等戦5得点で攻撃の歯車がかみ合い出したので、嬉しい限りですが、一番良かったと思うのは、我々も課題に挙げて、 長谷監督が書いてくれとリクエストがあった守備の良さですとうん、うん、いわゆるアビスパスタイルの前線から奪いに行く姿勢でそれに連動した守備がきっちりできたところは追いつかれても追加点を取れた大きな要因だと思いますしかしすべてフルパワーでいかず行くところといかないところが整理できている印象ですここはねすごくよく声が出てたって山岸も言ってましたね後ろからね行くとこと1回下がってもう1回出るところと。 すごくその声が出てコントロールできてたって話してましたね。うん、うん、うん。続いてが、えー、阿部高さんです。松村さん竹村さんこんばんは。今日もよろしくお願いします。お願いします。いや酒が甘い。二 <laughs> 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 日も経っているのにまだ余韻で楽しめます、うんえー。京都戦が終わった時のメモには、うん、試合の入りに問題ありと書いてたのですが、福当選は逆に試合の入りで2得点。うんうん。えー、しかも。 山岸選手、ルるアン選手にゴールが生まれていることはありません。うん、ただ、京都戦はできればもう1点取ってほしかったと。松木君の初ゴールはご愛嬌ですねと。伊 <laughs> 藤さんにもお土産がないとと。まあね、うん、でも、まあ、まあ、持ってるっていうのかなあ、まあ僕。僕僕あんまりあの全然気にしてなかったんで。あ、うん、あのまあ うん、僕、あんまり気にならないんですよね、高卒ルーキーでゲーム出てたって言われても、不運ぐらいしか思わないんですよ、基本的に。彼が悪いって意味じゃないんですよ、他の選手も含めて、もうプロになっちゃったんだから、うん、あの19歳だろうが、逆に言ったら40歳だろうが、もうあそこ立てば、立ってるってことはもう対等なんで、うん、あんまりそう見ないんですけど、どうですかね、本人もあのゴール以外何もできなかったって言ってたけど、 嗅覚はそうだと思いますね、あそこ追っかけてきたのはね。あそうですね、しっかりハードワークというか、運動量もしっかり読みと運動量のところですね、しっかりできてたので、だから僕は完全にこう18歳だからとか言うつもりで、もちろん監督も使ってないでしょうし、ね、実力はきっちりあるから、うん、多分ね、他に実力のある選手はね、コンディション分かんないですけど、東選手とか高木選手とか、もういる中盤のメンツだと思うので、その中で。うん 先発で出ているってことはそういうことなんだろうなというふうに思いますしそういう意味じゃ、そんなに点取ったところ以外は、まあ、こういうこと言うとあのまたあの怒られちゃうかもしれませんけど点取ったところ以外は怖くなかったんですけどね、うん、まあ、まあ、怖くなかったんですあうちのゲームだったからね、全体的にねそうですね、多分インス、うん、あのポジションの選手が生きるような形になってなかったなというのが確かありましたね。うんうんうん どっちかっていうと31番の選手を好きかってやってた気がするんだけどね、前の3人に引っ張られて。選手ですねうんうんでもやっぱり見ててあれでしたね、どうなんだろう、他の試合あんまり見てないですけど、やっぱり前の3人のチームかなって感じがしましたね。チーム全体でなんか作ってるっていうよりも、前の外国籍選手の3人がゲーム作ってくれて、 えー、そこにうまいことこう周りが乗っかってくっていう感じかなっていう印象はありましたね。本来、多分センターバックのところに2人怪我してるんで、この2人が来ればもうちょっと守備も安定してるんでしょうけどもね。そんな印象はちょっと受けました。あとやっぱり、マ、まあ、ルベル監督がどんなサッカーを目指してるのかちょっと分かりませんけど、どうすかねー。 やっぱ攻守のバランスが取れてないチームはっていうのはすごく感じました、この試合で。やっぱりあの監督もうち,うちは攻撃100、守備100だって言ってましたけど、やっぱそうじゃないと、あのまあ、派手に勝つことあるかもしれないけど、やっぱああいうゲームになっちゃうのかなっていう気はちょっとしましたけどね。だから多分あの、ポジショナルプレーっていうのを、うん コンポニー概念があってて、うん、それをやろうとしている中で多分まだ試行錯誤の中かなという,ふうに思ってうん、うん、多分あのサッカーっていうのは、逆に、こう、いい攻撃、相手を押し込んだ状態で攻撃をして、そこで、そこからハイプレスをかけて、もう一回奪って、それか相手陣でプレーするっていうのが、多分目指してるところだと思うんですけど、うん,ね、うん、まあ、完全にそこがうまくいってなかったなっていう試合で、逆にね、うんうん アビスパのいわゆる土俵に持ち込んだゲームだったと思うので、うそういう人、うん、の特徴が全、まま、くとい、ま、ほぼ出て,てなかったかなっていう感じですね。まあよくある、よくあだ,だからポジショナルプレーをめ、ということをこう口にするチームがありがちな。 負け方っていうんですかね、向こうから方側から言うと、はい、負けるときはああいうときだよね <laughs> っていう感じのゲームだったかもしれないですね。そうですね、うんうん、ちょっとあのボール立ち位置のところ、ボールを運ぶところっていうところに、ちょっと、うんまあ、そういうつもりはないんでしょうけど、ちょっと目的化してしまったというか、いうところになってしまったような感じには受けましたね。続いて <あ>うん、続きですね、えーとうん、全国ネットのニュースでも全国紙のスポーツ欄ーにしても松木選手の初ゴールばかりでアビスパの勝利には全く触れてないのは本当に悔しいですね。でもこれがアビスパの現在地ですから現実をしっかり受け止めて新人の初ゴールなんかで霞むぐらいアビスパのニュースを取り上げてもらえるようますますサポートしていきたいですね。京都選定は 北島選手の覚醒した感を感じましたうん、うん、守備もしっかりバトルできていましたし自らゴールを狙う姿勢も見られましたうん、うん、ただ不等戦ではフィジカル勝負で外国人選手に後手を踏んでいる感があり今後の課題かなと思います2うん、うん、に戦通して印象的だったのが前中村選手の前に前にというゴールに向かうプレーです後ろ、うん、に下げないサッカーは勇気がいるでしょうが迫力がありますし期待が持てます いやね、中村がいい仕事してると思いますけどね。はい。あの、やっぱ前がね、必要以上に目立ってないっていうのはね、やっぱ中村選手のおかげなところあると思うんですよね。あの、別に前が悪くなってるわけでも何でもないんですけど、あの、相当やっぱり、2020年なんかとの比較でいくと、あの、負担が減ってると思うし、 あのまた、なんか中村選手、さりげなくこう唸るようなプレーしてくれるんで、あのまあ、ダゾーンでもね、橋谷さんが、あの2人がもうすぐ埋めあのあの,あのプレス,ス、ね、エリアを前に埋めてって言ってましたね、本当そうですね、うん、あの2人がいるんで随分守備の、ずいぶん守備面ではあの、要するに下がってという意味じゃなくて、要するにこう高さを保ちながらのいい守備っていうのは、あの2人のおかげが。うんうん かなりあるんじゃないかなと思いますね。そうですね。うん、しかもいい形でこう二人がボールを奪えるような形ができ始めました、ね。やっぱり前線からいい守備が、うん、プレスがはまったので。うんうん、前選手の特徴も生きるようになりましたし。うは北島選手ですね。うん。そうですね選手。そうですね。守備、僕も素晴らしかったなと思って見てましたけど。ね、いつだったっけね。 ホ,ホームに先発んスタ京都で先発か。京都戦だったかな一、はい、回前であの自分のとこで取られたのかな取られたボールをすごい全空力,力で相手で並走してボール取り返しに行ったシーンが一回あったんですけど、うんうん、僕それすごく印象に残ってて、彼それ去年してなかったですよね。で、だから、まあ本人はね、そんなにプレースタイル変わってませんって言ってるんだけど、 あのなんだろうなそのその場その場で何をしなきゃいけないのかっていうのはすごくよくこう理解できてるっていうかその、はい、自分がやらなきゃいけない役割っていうかまあうん、うん、落ち着いて周りが見れるようになったってまあ竹丸君もねそんなこと言ってましたけどね、はい、本人も落ち着いて周りが見れるようになったっていうからそういうことがこうよく理解っていうかなんだろうな無我夢中にやってた去年までと今どこが危なくてどこしなきゃいけなくてどこにいればチャンスになるかっていうのがこう,こう かかるようになってきたんですかねそれがすごくあのプレスタイルは変わってないんだろうけどもそれがだからすごくゲームの中で非常に効果的になってるなって感じはしますよねそうですねだから多分周りのチームメイトの声っていうのもすごく敏感になってるというか、うん、判断も早くなってるんじゃないかなと思いますね。 ちょっと確かにね外国籍選手のところではちょっと後手踏んでましたけど、それにしても,でも2点目はね,そね、はい、あそこ、北島選手が粘ってくれたんで取れたみたいなところありますからね。そうですね、うん、はい,、うんうん、い1点目のシーンもねあそこのゴール前の混戦、<ー>最初に詰めたのは北島選手でしたし、ね、そうやって粘り強いというか、体をしっかり張ってチームに貢献するっていうところも。 すごく出てきてたと思いますし、んすね、なんか本当にやっぱり、京都戦もそうでしたけど、うん、すごい戦う姿勢がより出てきてるなと思って、本当にたくましくなったなという印象でした。これからちょっと楽しみですね。楽しみですね。まだまだね、うん、あの、うん、もう普通に出てくると思うんで。はい。うん 続いてか純紀隆カトさんですね。うんえー、中倉さん滝丸さんこんばんは。私が見に行くとよくて引き分けと前回書きましたが <laughs> 当選になった時はマジでなるの <laughs> と思いました、ね。エフ <laughs> 当選が怪我人をあエ当さんが怪我人が多くて、うんえー、不安定だったんで負けはないかなと、うん、変な安心で見ていました。うん、とにかく生で勝ちを見られて良かったでたあかったっすね。そうですね。しかもこ今シーズン最多の お客さんホームでね、そこ,この、そういう試合でね、たうん、ああいう形で勝てたっていうのはね。うん、ですね。なんかあれですね、まあ、安心ししする、することはどんな時でもできないんですけど、あの、これ、観客数が少なかったのは、必ずしも勝ち負けとか料金じゃないってことをはっきりしたんじゃないですかね。やっぱりコロナの影響結構あったんじゃないのかなって。うん 思うんですけどね、突然より入ったわけでしょ、まあ,あの、小学生の正体とかあったとは思いますけどもね、やっぱりだいぶそのコロナで、なんだろう、デビュー会してた人たちって結構いたと思うんですけど、まあ、ゴールデンウィーク、えー、3年ぶりに制限なかったんで、そういうことも追い風になってるのかなと。だから、問題ないとは言わないけども、ちょっと問題の分析を少し方向先変えた方がいいような感じもしますね。 そんなふうに感じました。まあ、ほぼ9000人近くね、入ったんでね。うん,うん、そうですね。うん、まあ次はね、山岸選手も言ってましたけど、ね、1>, 1万人、1万人ね。うん、うん。続いて、183です、こんばんは、素晴らしい試合でしたね。うん、北島選手の活躍に田中達也選手も火がつきましたね。うんうん、湘南戦はこの2人が両サイドのスタメン,ンかなと、うん。あとそろそろ柳選手の。 初スタメもありそうな気がします。そうですね。中3日ですからね。うん、1> まあ次1週間あるから無理させるかどうかっていうところもありますけど、まあ、あくまで今週は重,重視でしょうから。ちょっとメンバーは、ちょっとね、練習見て、見れるとね、なんとなく様子わかるんですけど、まあ、誰でできますかね。ちょっと期待したいところですね。うね。うん、はい。うん、アビスパのハチさんです。お疲れ様でした。うん、対象で嬉しい限りです。うん 今、F 党の渡辺選手が福岡戦の解説を生配信しています冒頭でアビスパに関して、去年から勝ててなく相性が悪いと言われていましたとんん。まあ、そう言ってくれてる分にはいいんじゃないですか。相性で片付けてくれてる分には全然構わないですね。もうそう思っていただければ結構かなというふうに思いますけどね。京都もなんか監督珍しく うん、僕の印象では、うさんが記者会見で負けたときに、なんか相手、大したことないのになっていうことを言いたそうな会見したのは、僕、初めて見ましたけど、まあ、結構、うちにとってはありがたいことですな。続いてが、えー、k 営さんですね、うん、京都戦、東京戦、ともに現地観戦しました、うん、得点は運用素もあるので、特に注目したいのは守備面ですね。 前線からのプレスに厚みが出てきたと思います。通船、うん、ダーバックはミヤなら。グローリーのうちに、誰がスタメン発表されても安心できます、うんうん。いやー、本当に安定感っていうかね。ほん。ありますね。うーんうん、もう、なんか。やっぱ、ここ、あの、ミミヤのね、ミヤ選手、去年の。うん、えっと、中断期間ですかね、オリンピックの。はい。 あの、あれを境に、なんかすごく自分の良さが出て、出始めたと思うんです。本人もそう言ってますけどね。あの、去年の今頃はね、どっちかっていうと、あの、まあ、あの、奈良がけがから復帰したんでも奈良グローリーでっていうふうな感じになってましたけど、うんうん、もう今やね、もう3人横並び状態で、しかも高いレベルで横並び状態でいてくれるので、安心して見てられますよね。ね そうですねやっぱり前線からこうプレスで制限をして、うん、まあ京都も F1 もそうでしたけど、うん、途中からねそのショートパスをあ諦めたというかよりもこう長いボールにシフトしてきたところでこのツーセンターブックがしっかり跳ね返して、うん、しかもこうセカンドも回収しやすい形で跳ね返してくれるので頼もしいなと思いますしやっぱり奈良選手とかね特にこう 京都戦思いましたけど、やっぱあの時間の使い方とか、エフト戦もそうですけどね、<laughs> やっぱりしたたかにああやってゲームをリードしている状態で遊んでくれる選手っていうのは、すごく大きいなと思いますし、三者三様で特徴あって、しかし三者三人とも安心して見てられるし、本当にね、相手側の監督もね、あのー、アビスパさんの。 センター強いの分かってるってのはよくさ、あの、ここ最近よく聞かれる言葉なんで、まあそういうふうに認知もされてきたというところでしょうかね。うんうんうん。うんうん、続いてこ、こ 淳弘和さんですね、えーと、次の湘南戦は仕事なので行けないから渋い戦いになるでしょうが勝つと予想しています。長谷部監督はすごくね、さっきこの話を長谷部監督にしたんですけど、いよいよここからですね、出したんですけど、逆にすごく引き締めてましたね、あのー、湘南、今最下位ですかね、か湘南が下のチームだと思ったら間違いなくやれるよっていう話をね、かなりしてました。 だからあの、相手関係なく、いつもと変わらぬ戦い方ができるかどうかがポイントで、うん、少しでも緩めば間違いなくやられるっていうような話してたんで、我々もそうですけど、まあ、選手もね、その辺は分かってると思いますけどね。そうですね、うん、続いて原賢治さん。えーならー 選手の子供が生まれて、いりかごダンスをする約束をしていたらしいですが、先生とのだけは決意していましたね。そうそうそうこれ、うんあの、あの、西日本新聞出たんですよね、記事ね。ああ、はい、出てまね。もう記事出たからいいよね、うん、出たから言ってみてこれね、た多分西日本新聞さんはこの記事書きたかって聞いたんだと思うんですけど、あの試合後にね、この話が出たんですよね、宮と話しているときに。はい、で、宮からそ,のそういう話が出て、 やる予定だったんだけど、早い時間だからやめろっていうふうに言われたって言って、で、ただこの話は、あの、クラブに確認をして、クラブがいいって言ったら書いてくだ、いいって言われる、ない限りは書かないでくださいねって、念をされてたんですよね。で、4日の日に奈良選手がオンラインの取材に答えてくれたんですけど、そこで西尾新聞が改めてこの質問をしたら、奈良が喋ったんで記事になったっていう <laughs>、ところを。 ですね、なんかあのえっ、ー、と後でやってくんないかなと途中で思ったらしいですけどあの最初はねあのまだ本当にあの時間だったしちょっと照れくさかったしって言っててまあ後でやってくれればいいかなと思ってたらあのあんまりやってるうちにみんなそれ忘れて。 それよりももっと喜ぶ人がゴールを決めたんで、そっちに集中してしまって、やってもらえなかったんで、次やってくんないかなとか言ってましたけどね。次は次やってくれんじゃないですか、テンうん。次奈良選手が取っちゃえばいいんじゃないですか。そうそう、それが一番セットプレーから、それが一番はっきりしてていいです。F2 戦もね、一歩惜しいのがありました。んね 続いてが、えー、1 8ん守備も素晴らしかった、7も決定的なミス以外は守備聞いてましたね、7、うんえー、がレッドや決定的なミスをするとチームが復帰 <laughs> <laughs> しますね、<laughs> まあここは、ね、真面目な話すると、多分やっぱりチームの一体感だと思うんですよね、はい、あの勝っても負けても、ね、誰のせいにもしないって気持ちがあるんじゃないかなと思う、チームの中に。はははいはい、はい だから去年のセレッソ戦ですかね、退場したのうね。うん、ガンバ、セレッソ戦だよね、確かセレッソ戦、アウェイの。そういう気持ちはすごくなんかチームにある感じがするな。うん、と、それはあの、今回もね、こう競争が激しいなってきて、いろんなところでそういう質問がメディアから出て、選手もそういうことを答えてるんですけども、なんていうのかな、あいつに勝ってやるぜって感じじゃないんだよね、みんな。なんかその、 なんだろうな、俺の代わりに頑張ってくれって意味でもないんですけど、なんかそういういやらしい対立構造がない、なんか、うん,う,んうん。うん、でも、あの、任せられたことは全部やるから、お前も全部やってくれな、みたいな。あ、お前もやったのかが、じゃあ俺もやるよ、みたいな、そういう関係にありますね、なんかね、聞いてると。うんうん、あいつは頑張ったんだから、俺だって出たいから、もっとやってやるっていう、そういう感じじゃないんだよね、なんか。 かといって譲る気があるわけじゃないんだけど、非常にだから、いい競争関係なんじゃないですか、ね、そうですね、うんうん、多分だからミスをしても、多分ポジティブな声がどんどん出てくるし、多分それは練習から、そうそう多分監督も含めてそういうチームでの一体感というか、うんうん、そういう雰囲気でやってるので、たぶ自然と試合でもそういうふうになるんだと思うんですけど、まあ、そういうチーム、いいチームなんだなっていうのは、うん、つくづく感じますよね。 まあ一言葉で言っちゃうとなんか安っぽくなっちゃうんだけど、本当にフォワードチームだなって感じがしますね。うんうん、そのために、俺は何するのか、お前が何するのか、今、こういう状況で、じゃあどうしなきゃいけないのか、あいつ、こういうことになっちゃったけど、みんなであのそれを跳ね返すにはどうすればいいのかとか、そういう感じなんじゃないかなって思いますね。うんうん、やっぱ初め監督が来てもちろんミスで出展し したことって過去にもあるんですけどそこからこうずるずるボンボン取られたっていうことってないと思うんですけど多分そういうチームだからこそ多分そういうふうになってるんだろうなっていう気はしますよね続いてこうあヘクゴリンさんですかね東京戦は攻撃陣も良かったですがうん、うん、ディフェンス陣も本当によかったですねうん、うん、と。 シティのボンミスでしたが、それ以外のシーンはブラジル取るようにほとんど仕事をさせなかったですしね。そしてダブルボランチがバイタルをしっかり潰してくれたことがだいぶ聞きましたね。シテと前島も東京戦みたいなインナーラップをしてくれたら、非常に助かります。解説のなに谷さんは、アビスパはアトリットコみたいだと言葉をもらえたので,っい仕方でた、うれしかったで、ね、す。うん。続いて、潤さんですね。京都戦は大雨で現地組の方。 は、口々に風が強くて寒かったとおっしゃっていて、その中、たくさん足を運んでいただいて、また勝ち点3を持って帰ってきてくれて、本当に感謝です。うん、来年は絶対に行きますと。うん、京都戦はね、だいぶ浴びあの福岡からも行かれてたこともあって、で、若干僕らもね、メディアも、もう京都はちょっとかなり厳しかったんですけど、 あのメディアの動線も少し緩くなってたこともあって、あのえー、と行き帰りの新幹線とかね、喫煙所であの多くの,あの方と、それこそ2年ぶり、3年ぶりでお会いしてね、うん、なんかちょっと嬉しかったですけど、僕もねあの、まあ、少しずつコロナの中で J リーグも戻ってきてるなという感じをもう受けたゲームでもありましたね。うん、うん でも立派なスタジアムでしたね、僕も。なんかそうですね。うん初めて行きましたけど。あのマンションさえなければ最高なシチュエーションだと思うんですよね。んなんだろうな、あのマンション。あそこだから、あれなんでしょうね。あの僕はてっきりよくあるの、小池公園みたいにするのかなと思ってて、あの避難所も兼ねた。あそこだけど、あの感じだと分譲するんじゃないかね。あのところにポツンとマンションあって。多分 かなりまだ敷地がね残ってましたけど、はあはあ、あのあとあそこにマンションができちゃったってことは多分そういうふうになってくるんじゃないのかなうん、うん、えっと前行、ね、った時はあまり余裕がなかったんで今日ちょっとこの前はあの早く次過ぎ,ぎてメで入れてくれなかったんであの駅の反対側行ってみたんですけど反対側は古い町ですねなんかね静かな町というか雨降りだったんで喫茶店探したんですけど喫茶店が全然なくて あのスーパーの中で雨宿りしてたっていうのはありましたけど、<laughs> まあこれからどんどんあの辺は開けるのかもしれないですね。そうですね。スタジアムの中になんか食堂みたいなのがあるのいいなと思って、<ー>あれ、なんか天気関係なくこう、ね、そうやって。 試合前も試合後もこう、ちょっとね、休憩したりとかもできるし、なんか足があったり、なんかボルトリングのなんか施設もあったりとかして、なんかいろんな人が、地域の人が、こう、まあサッカー以外の時でもこう楽しめる施設なのかなっていう感じがして。だからそういうことを考えなきゃいけないですよね、あのスタジアムって。やっぱりその、なんだろうな、試合の日はもちろん大事なんだけども、試合は1週間に1遍か2週間に1遍しかないので、 あの、そうじゃない、たの、理由で使える。だか中使えないにしても、そうやってレストランにこう、記事の人がご飯食べに来るとかね。うんうん、あの、今言ったように、その、使ってないところでボルダリングできたりとか。今だったら、あれなんじゃないかね、ガラスとか,ガラスとか貼っとったら、ダンスする人とか来るんじゃないかね。 あのよく千ち屋の駅でも夜ねあの女子高生たちが踊ってますけどあのダンス好きな子たちって多分そういうとこやる施設って今ないと思うんでねスタジオ借りないといけないしスタジオ帰るにお金かかるし高校生なんかなかなか行けないだろうからそういうのを作ったりとか場合によったらそれこそスケボーとかねそういうのもあってもいいと思うけどね。 うん、そうですよね。うん。うん、やっぱある程度場所ないと作れないし、どこでもかんでもやれるスポーツではないから、まあボルダニングはもそうかと思うけど、うんうん、そんなふうな工夫ってこれからのスタジアム必要かもしれないですね。そうですね。やっぱ街に溶け込むスタジアムっていうのは非常に大切だなと思ってて、そういう意味ではちょっと京都のスタジアムは面白いなと思ってうん、うん、見ました。うんうん、はい。うん、続いてが。 おジュンさんですね。えー、あ、ジュンさんごめんなさい。えっ、ー、とー、サンチェスさんですね。うん、こんばんは。久しぶりに見に来れました。ありがとうございます。ます先編は皆さんにお任せしますか、うん、f 当戦は解消ですが、うん、アウェイ広島も含め、自分が見に行けた試合は一度も勝ててないのは個人的に残念ですね。あこっからですよ。こっから。こっか,から。こっからです。うんうん、はい。特に広島戦は今までの中で一番内容悪かったと思うんで。ここそうですね。<laughs> はい。<laughs> 続いて、あ、ジュンさんポチッとと、ああ、りがとうございます。ありがとうございます。助かります。助かります。続いてかお、ごめんなさいね。いっぱいいただいて、ごめんなさい。えっと、達井キングさんですね。すみまん。達キングさんですね。え、ルヴァン、ルキアン、山岸か、化粧隣と進出へ、内容材ができ、あ出てきて、収穫、そうありと。うん。湘南戦も練習すれば、 より強さが増しますすとということですねそうでしょうな,なんだかんだでこれえだけど広島戦で負けてからルバンカップ入れると4戦負けなしだよねえっとセレ戦含めると公式戦は4戦負けなし、ね、そうですねはい3勝1分けで全然いいじゃないですか、はいはい、去年去年の感じで、はい、やっぱり10試合戦って、うん、監督もちょっと言ってましたけど10試合戦って少しずつ少しずつこうみんなの特徴がフィットし始めて まあよく言われてる競争も激しくなってきて、チームがいい感じになってきたっていうところじゃないですかね、やっぱりそこに、う,ね、うちは総合力で戦ってるので、やっぱそのぐらいの時間は必要だったっていうことかもしれないですね。うううんうん、うん、うん、続いてが、お原賢治さんですね、不、うん、当戦は、長谷部監督がズバリ采配がはまりましたねと、うんうん、宮はスタメン、途中出場、ルキアン、田中達也が結果を出すと。 まあ、これは、あのー、スカウティングも聞いてたんじゃないかと思いますけどもね。はい、うん。あと、京都戦もそうでしたけどね。京都戦もスカウティングもあったし、レ、うん、フトもそうだし、あと、何んつったか、あの、ベススターではそうでもないかな。なかなかの、皆さんからはほ、ほぼ気づかれないと思うんですけど、あの、コーチ陣はいつも、あのー、 いわゆる記者席の中に、えー、スカウティングの席があって、マイトチームもいるんですけどね。えー、そこでいつも見てて、事、えー、細かに、えー、選挙を確認しながら、えー、ベンチとこうやり取りしながらしてるんですけど、田中コーチなんかも京都の時なんか後ろでわーわー騒いでる人が誰かやなと思って振り返ってたら田中コーチだったですね。 あ、ピゲだろとか言ってくる誰だと思ったら、田中コーチでした。あの、僕がピゲだって言ったら、後ろでもピゲだってって、誰だと思ったら、本当にね、コーチも含めて、みんなで一緒に戦ってる感じですよ。うんうん、そうですね。やっぱりもう、去年もそうですけど、やっぱりね、口々にスカウティングドールというか、そういった言葉も出てきますし、まあ、体のフィジカルやコンディションも整えるところも、やっぱりチーム一体なって、 わかってるなっていうのがよく分かりましたね。源泉、ねうん、意外と強いですからね、アビスはね。いやそうですそうです、うん、本当に。うんうん、続いてゴあこれかタツイキングさんねドンタクでね練習モード。そうです,、ねうですね、ちょうどドンタクだったっけどね。あ J1 でごとォームお得点を始めたんですね。カルトマスさんありがとうございます。うん、そういう情報。確かに僕もほぼ記憶がない。 <laughs> あまあ、そもそもしッカねそもそもどのチームでも5点取るって簡単じゃないからね、いくらその優勝を狙ってるチームであってもね、サッカーってスースポーズじゃないんで、いろんなことが重なったんじゃないですか、向こうのセンターバックが故障したということと、うんうん、やっぱりうちらリードしたんで、あのちょっとその趣味の問題がありつつも、前がかりに行かなきゃいけなくなってたっていう。 でそこで取られるからさらに前かかりにいかなきゃな,なんなくなってさらに弱いところれたって、まあ、いろんなことが重なったと思いますけどね。うん、そうですね続いて、おュンさんですねお。バックパスが栗松木選手ですね。うん、初ゴールになった件は5得点で勝ったので、ご愛嬌です。うんうん、<laughs> しかし決してバックパスが悪いわけではないけど、現地で見てていつも気になるのはパスの質です。弱かったり強かったりでもったいない場面はありますと。うん、相手があるので全てうまい いくことはなくても、せめてフリーで持っているときは、しっかりパス、つなぐパスが必要かなと思います。まあ、そこはもうあれですね。技術を上げるしかないですね。そうですね。それは選手も監督も自覚してると思いますよ。うんうん。え、プンシンさん。 えー、こんばんは、ついに眠れる蜂が目を覚ましましたね、<laughs> と。うん、京都戦はこのアジリティの高さがアビスパの方が上回り、主のやりたいサッカーにしっかりハマったように感じました。 ししっっかかかり豊かに仕事をさせなかったところが素晴らえ、フ、うん、トステンは相手急増センターバックの小川選手をゴリゴリに詰めまくって最終ラインをぶっ壊して <laughs>、うん、最後まで442をコンパクトに保ったところ、うん、あれだけいい守備ができたら攻撃は必然とよくなるとそうですね。小川選手メンタル大丈夫ですかねなんか見てて可哀想になりましたけどね、うん。まあまあそうですね。いや、うん、あの3点目なんてショックだったんじゃないのあれ。 うん、普通に、普通に余裕をかましてクリアしようと思ったら目の前に、ス <laughs> キアンにそううの、ちょうど目の前ですもんね。本人、うん、ヘディングしようと思って構えてるところに、急に視界の外から現れて、あの、目の前で決められたら、あれ、結構、あれが一番、オーバー選手にとっては、 ショックだったんじゃないかと思うけどなそうですね。まあ、あそ三3点目に関して言うと、やっぱ、うん、サイドバックとの関係性かなと僕は思って左サイドバックの選手がもう少し絞るなり、声を出すなり、ね、フォローを仕上げないとい難しい、うん、難しいプレーなんじゃないかなというふうに思いました。うん、まあ、多分そのセンターバックもありますけど、そのサイドバックの選手も多分初めてかな、今週。 リーグ戦初めてた多分そういうところも含めて最終ラインがちょっとねっていうのはあったでしょうね。うん、そうですねよく言われますけどねいや、これはもう僕の持論なんですけど、僕はあの攻撃こそ最大の防御なんて嘘っぱちだと思ってるんで、まあ、とにかくあの。レベルが高くなればなるほどあの、守備がしっかりしないと絶対勝てないんで、まあ、それはフロンターレが実証してくれてると思うんですけどね。 あんだけすごい攻撃陣がいたのに勝てなかったチームがどうして上昇軍団になったかってはもうまさにそこだと思うのでまあだからアビスパは守備が目立つんで守備のチームって言われましたけど監督もそこはいつも言ってますけどあのアビスパは多分攻撃のところが足りてないんですよやっぱりね、うん、あの守備は非常に高いレベルまでいってると思うんですけど攻守ともに100目指してるんですけどあの守備の方はやっぱきちっと積み上がってるけど攻撃の方はなかなかね 積み上げがそのまま得点になるというポジションでもないので、だから、まだまだアビスパはそういう意味では伸びしろがあるチームなんだなと思いますけどね、うんうん、守備的に戦っているチームだったら、この辺りが完成形なのかもしれないけども、アビスパはそうじゃなくって、まあ、両方取り組んでいる中で、守備の方が一歩,歩,歩も二歩も早く理想のところに行っているというところなので、まだまだこれから伸びしろあって楽しみだなと思いますけどね。 続いて183です、えー。北島と山岸はかなり相性良さそうでしたねと。うんうん、ルヴァン湘南戦、京都戦、この前の東京戦もかなり通じ合っている気がします。田中達也と違って中に入り込むからいいアクセントになってサイド攻撃うん、うん、以外の中央の攻撃も良くなった気がしますと。お互いにこう来てほしい距離感にいるなっていうところですよね。 しかも、こう、お互い球離れも良くて、テンポが出しやすいので、かなり、こう、相性がの良さそうが出るかなっていう感じですかね。うんうん、そうですね。うん、あと、やっぱ山井選手の、あのー、印象と違うサッカーに対する真面目さっていうかな。言いいになったら言いませんけど、だってそのノートボロボロになるまで今でも書いてるっていうね。 うんうん、で、その都度どこにいたらボールが取られないとか、どこに置いたらいいとかいうのをずっと毎試合毎試合、反省してるみたいですからね。で、来たときから言ってましたけど、誰がどこにいるって、とにかく見てるっていつもあの味方が誰、味方がどこにいる、どういう特徴だ、相手の選手がどこにいる、どういう特徴だ、どうしたらあいつがどっちへ動く、こっちへ動って、必ずあのそういう話をずっとそういう話し始めるんで。 やっぱり、あの、彼がその自分でね、使って使われる特徴って口にするだけのことを、あの、なんだろう、見た感じ以上に、あのストイックにやってるなって感じが、それがすごくいろんな人と会う理由だと思うんですけどね。うんうん。続いて、トトさんトトさん。トトさん 中倉さんの選手団の無料記事、いつも楽しみにしています。はいはい、今後は有料になるのでしょうかあ<ー><と>今日からちょっと優先させていただきましたけどね。あの、もともとね、有料だったんですよ。もともと。で、記者会見、えっ、ー、と、監督の記者公式記者会見は、えっ、ー、と、まあ、会見形式でみんな聞いてるし、ほぼ全文が、あの、J リーグのサイトに上がるので、 それをお金取ってあげてもなということで、昔から無料にしてましたけど、えっと、選手のコメントはあのミックスゾーンでそれぞれ好き勝手に聞いてる情報なので、あのいわゆる公式に出てこない情報はもともと無料で、有料であげてたんですけど、えーずあの、コロナになってですね、あの記者会見、あの選手の,あのコメントが2人に限られて、時間も限られて、 日本全国、誰でも記者であれば、ズームでつないで聞けるっていう状況になってですね、誰でも知ってる情報になったので、それにお金取るのもどうかなと思って、無料にしてたんですけど、今、コロナが少しずつ、コ,コロナに対する J リーグの対応が少しずつ変わってきて、またあの今、選手のコメントが、ミックスゾーンで自由に取れるようになったんですね。 まあ,ある程度の制限はあるんですけど、ですから、よそに出てない情報は申し訳ないんですけど、有料に戻していただいたっていうことがあります。えっと、背景にはですね、これ正しい、それともう一つの背景には正しいかどうか分かんないんですけど、あの、えっと、その、無料記事に対するアクセス数がべらぼうに増えてるんですよね。でこれはいいことなんですけど、逆に有料会員が減っていくんですよ。 でここがちょっとね、あのどうなのかなという商売側の人としてあの、もうちょっとお金出してでもあの見たいという記事を書かなきゃいけないんだろうと思うんですけど、そんなこともあって、ちょっとまた幽霊に戻して、はい、戻しさせてもらったということです。極力ですから同じじじあっっちにていいるのとととゃなうことはない ことは載せる気はないので。えー、うん、ここへ来ていただいた方だけがわかる情報というのをね。載せられればなと思います。そんなことです。はい。はい、えー、続いてシェルズボックスさんです。中倉さん、竹村さんこんばんは。仕事中なので、一言だけと、はい、まさかスタジアム前でお話しさせていただいた通りになるとは <laughs> <laughs> あ続きはアーカイブで楽しませていただきます。ネタ、はい、ありがとうございます。 いや、あの、マスキが点取って、アビスポが耐える点取るのがお互いにとって平和だってう話をして,してたんですが。<laughs> <の>そうだったす、ね。一でり,りました。<laughs> なるほど。<laughs> <laughs> おジンヒロカドさんは逆転してハーフタイムトイレに行った時中国地方の S 高校サッカー部の選手らしき人たちが後ろに並び、一、うん、人が J リーグでこのレベルとか言ってって、最初はトイレが混むこと言ってるのかなとよく聞くとつまらないと。 言ってブチギレそうになりましたが、うん、ご飯大量得点ですっきりしました。<laughs> <laughs> まあね、サッカーはね、どこ見るかっていうところによって違いますからね、うん,うん、うん、と思います。はいはいまあ、土曜日はウィリントン、そうですね、湘南の勝暉、グローリー選手がガツンと抑えてくれるんじゃないかと思いますけど、ね。<laughs> えー、八丁のように、毎八のようにさすさんです、はいえー。昨シーズン、残留争いをしての残留ではなく、8位で終えたことで、歯を食いしばって相手と気持ちを対等に戦っていた去年とは違って、うんうん、普通に対等に気持ちを張っているのがスタンドから見ていてもすごく感じます。な、うん、<laughs> おつさんこんばんこここばはと東京戦、うん、ここまでかと いいいいうぐらい気持ちいい試合ででしたたたががの本当に良かったです、うん、これまで PK 失敗やゴール取り消しなどもあって沈痛な表情のこともサポーターはみんな知ってたのでヘディングシュートが決まった時は自分の席の周りの人たちも特に喜びが大きく盛り上がりました、うん、これからもバンバン決めてほしいですとこれミックスオンの話聞いたら全然喜んでない喜んでないっていうかだから真面目な人だなと思いました本当にあんだけね吠えてたのに。 ミックゾーンに来たらもうさらっとこう何かあったのかみたいな <laughs> 感じでコメントしてましたけど <laughs> いやー真面目な選手ですね改めて思いましたね抜かれないっていうかね、うん、本当に冷静に自分見てるっていうかう,、ね、うんうん、うん、うここからガンガン決めてもらいましょう、うん、うんですねあっ、えー、プ,ンンプンシンさんですね、うん、えっとフ2戦は北島は気合い 入りすぎて少し空回りしたかなと、でもしっかり戦えているので、今後、どんどん成長してほしいですが、うすねうん、クルークス、金森、田中、いいアタッカーが揃っているから、どんどん吸収して、自分のものにしてくれと。うん、そうですね、もう全部が全部うまくいくわけじゃないし、これからも、そうそう簡単に順調に上がっていかないと思うんで、あの嫌な思いすることも、たぶん、悔しい思いすることもたぶんあると思うんですけどね、でもそういう経験をして、またそれを繰り返す、それを乗り越えていくことで強くなれるんで。 どんどんチャレンジしてほしいですよね。そうですね。うんうん、あの、多分、f ト戦は守備のところで、多分、相手の対面の、あの、長友選手が、すごくインナーラップとかして、こう、流動的に動いてて、なか守備のところで戸惑ったかなっていうのは、僕は思ってて。なので、逆にこう、そうやって日本代表の選手とマッチアップする機会っていうのは、やっぱ J1 でこうやって試合出ないと、ありえないことなんで、うんでうん、これを糧にしてほしいなと僕は思ってて、うん、うん、ここからだと思います。そうですね。はい、うん。 続いて5。お、JJ さんは山岸ちょっとレベル違いすぎたと。あれは化け物です。どうですかねやっぱりあの、ちょっとね、僕もずっと思ったの来てからねシ、シュートに対する、まあ、意識がないと言えないけど、あの、なんだろう、一番いいところに決めてもらおうみたいなところが、ちょっと山岸先生、うん、周りが見えるだけにね、 あったんですけどやっぱああいう強引なところもっともっとこれから見せてほしいですよね、ね力はあるんでね、ストライカーだなっていう感じのに、うん、特に2点目、そうでしたしね。んあれそ、まあまあ、もちろん4人に囲まれてる中、うん、突破戦は難しいのは当たり前なんですけど、シュートも素晴らしかったと思いますよ、あそこ転がしたって言ってたから、わざと狙って、あの隅へ転がしたみたいですけど。あ相手手のの、ね、キーパーパビック選手も、うん 昨シーズンもそうですけど、J1 でもトップクラスのキーパーだとは思うので、いや、あそこに、あそあのコースじゃないと絶対と、ね、こんな感いのコースでしたし、素晴らしいシュートでしたね。続いて5、ジークさん、アルベル監督もさすがにうちを褒めるしかないコメントをしてました。まあまあ、そうでしょうね。あの試合内容じゃそうでしょう。 アメクリさんこんばんこばは久しぶりにコメントを書き込みさせていただいてますと、はい、ありがとうございますと、うん、なんか松木玖生の発足点の記事が目立ちますがあれは七さんがプレゼントしたんですよと言いたいですが、うん、<laughs> 湘南戦にもこの勢いを持ち込みたいですねと柳も出番がありませんでしたが何とか戻ってきてほしいですとうん、うん、あ,あと東京戦でモニュメント広場のイベントで男の子が5対2とスコアを予想してたんですがまさか5点取ってて。 私も遠上野の上野君もビビってたことでしょうと <laughs> そんなことがあったんですねへぇ<う>、えー、すごいなすごいですね,すねこの男の子 <laughs>、うん、すごい <laughs> あ宮野ゴールでもう活躍を見逃せないと達銀河さんそう,そうですね日本選手 J1 初ゴールでしたねまあなんとも言えませんのこの試合ねもうね 試合前からメディアルームでは松木松木って言ってたんでみんな。ほとんどのメディアが松木のゴールを見に来てましたね。それが新聞社にとってはやっぱ一番のネタだったみたいです。始まる前から。まあ西村新聞違いますけどね。うんうん、あの,あの、うん、そんな感じでしたね。松木の話、松木松木って声がよく試合前からあのあの記者席で聞こえてたんで、うん、そういうことだったんでしょう。はい。うん あとは、潤さん、パスの質で反面良くなったのは縦パスの質ですと。うん、鹿島戦の解説の時き、加さんが頭を超えるパスよりも胸元から下のパスが次のプレーに移りやすいとパスの質が出てくるといいですねと、最近少しずつ減ってきている印象です。ああ、なるほどね。アビスパ・オーレさん。 残念ですが、北島は長友、アダユイトン相手にフィジカルでは到底叶いませんでした。これからに期待です。そうですね。うん。うん。うん。えー。まあ、宮野ゴールで触れてください。確かにそうよね。そうそうそう。そうそう。あと3点取りたいって言ってたかな。なんかそんなこと最後言ってましたけどね。楽しいですね。うん。うん。まあ、セットプレイからの得点っていうのも本当久々でしたね。そうですね。うん。 1 8ん松木君は高卒の選手にしてはかなりすごい選手です。ね年齢が近い森山選手もプレースタイルは違いますが、多所の活躍している若手に対抗心を燃やして、なんとかポジションを奪い取ってほしいです。次のルマン、突破がかかる大事な試合にはなんとか試合に絡んで経験してほしいです。 まあだから僕は、そんなに騒ぐかなって、正直松木君に関しては、うん、と思いますけどね、うん。ちょっとメディアが騒ぎすぎじゃないですか。騒ぎすぎだっていう感じはしますね。まあもちろんね、J1 でレギュラー張ってるんだから、いい選手やることは間違いないし、それは間違いないんだけど、ねって思いますからね、もっとすごい選手はもっとたくさんいるし。うんで まあ、しょうがないのかな、メディアはねあの。メディアの人って一番よく知ってると思うんですよ。若い時良よかったからそのまま伸びるなんて選手はそんなにかついないってことは、スポーツ部にいる記者の人が一番よく知ってると思うんですけどね。若い時活躍したイコール、将来のスター、将来のいわゆる一流選手っていうのは、ほとんど関係ないってことは、多分スポーツ部の記者の人は知ってるんですけど。 多分読者がいわゆるそのね専門誌じゃないですからね読者が一般人の方なんでどうしても分かりやすくっていうことでやってるんでしょうねだから、うん、多分でも日本ってそういうところがスポーツマスクにこう変わっていかないとあの日本の中でのスポーツの価値っていうのは今どまりかなっていう気がしますだからなんか話題が呼べる選手がいるとまあ集まるしその選手が注目されるけども あの話題になる選手がいないと、本当はもっと一緒の高い選手いるのに、そのスポーツ自体の興味みんななくなっていくっていうね、そんなところかなって思いますね。まあ、これは、うんうん、一概に一言で誰がいいとか悪いとか言うことじゃないけど、日本の中で、そうスポーツがまだいまだそういう位置にあるっていうことなんじゃないですかね。だか分かりやすいことを言わないと、みんなが理解しないっていうね。 そんなことからそういうふうになってるんだと思うんですけどねそうですね、うん、もう世界を見たら、やっぱりもう、いわゆるメガクラブでも、19歳、20歳で、もうレギュラー取ってる選手がいますし、もう年齢じゃなくて、その試合のプレーの質で評価されるっていう,、ねもう、もう当たり前の状態なので、なんかそういう目線で松木選手も見たいなっていうのは,は思ってて、そうですね。うんうん だってそうやって潰れてた選手山ほどいますからね、本当はすごくあるのに、うんうん、あの、まあもちろん今はクラブがすごく気をつけてると思うんですよね、そういう周りからの、あの、クラブだってもえらい、嫌っていうほどそういう選手見てるはずなんで、どのクラブもね。うんうん、ただマスコミの側はそれを関係なくいじくりに来るので、あの、そういうことにこう潰されないように、あの、そあのこのからどんどんキャリアを積んでってくれればなっていうのは、 その選手ながら思いますけどねそうですね。間違いなくこれからオリンピックもそうですして、うん、代表にもどんどん絡んでくる選手、うん、ポテンシャルを持っている選手だと思うので、うんうん、そういった目線で見たいなと思います。うん、はい。ね、続いてがい、ちょっと戻って。 KWNB さ,、うん、さんですね。うんはい、おっしゃる通りで、F とはあのブラジル人たちのチームですね。うん、あの3人の連携で気持ちよく崩すシーンは怖さがありましたが、他の日本人選手があまりにも労働者と。確かにそんな感じは強かったかな。あと、タツエキングさんを。うん ああ、あっちの元チーム。ああ、エフトですね。お相性がいいと。うんうん。うん、えっと、これから。全然知らなかったですけど、なんか、ベストスタ,ッタートは21年勝てないとか。<ー>まあ、対戦してないってのもあるんですけどね。あの、リーグが違ったんで。ね、ああ、うん、まあまあ、そうですね。うんうんうん。うんうんうん まあだけど、いつも思うんだけど、数字だけでは確かにそうなんですけど、まあうちもそうなんですけどね。数字の上はそうだけど、監督も違うし、選手も違うし、僕はあんまり相性って気に,な気にしたことないんですけどね。あのまあ根、根拠ないと思うんですけどね。選手違って、監督違って、スタイルも違ってるのに相性がいいもあり、僕はないって思うんですけれどね。うん、うん、うん。とか。 さんですお私は学生時代11番をつけていたこともあり、これまでユニフォーム、オーセンティックは11番にしてきましたと。が、今年のスペシャルユニフォームは、秋には北島選手がレギュラーポジションを獲得していることを信じて、人生で初めて11番以外の25番を注文しました。スペインのお披露目はぜひ北島選手のスタメンでしたいものですあ。それにしてもサイドの選手は充実しすぎて誰も使うか。 起用が難しい贅沢なそうですね。これ、橋谷さんも言ってましたね。ああ。うん。ここで金森が出てくるとか、こっちに原屋がいるとか、その両サイドハーフのところがね。そうですね。特にね、タスク、一番いろんなタスクを背負ってるポジションなんで、うんはい、いやー、微斯にとっては貴重ですよね、そこに何人もいて。 あの、うんうん、出てきた選手は変わらず、あの、パフォーマンスしてくれるっていうのは非常にね、うん、チームにとっても着物ョンですからね。うん、そうですね。うん、はい。アビスパオーレさん、うんえー、ただただプレスに行くわけではなく、 小川が左足で縦に切らざるを得ない状況に追い込むいいプレスでしたつな、うん、いでくるチームにはハマりますがあとは蹴ってくるチームにどう対抗するかが課題ですねとうん、うん、あとはあまり気にしていないけど課題かなと思うのはスローインのロストが多かといすああそうねそうね確かにねこれちょっとねあの放送前に竹丸君と話したんですけどね実はこのアビスパが3勝今年リーグ戦でしてるんですけど、はい、えっとガンバと京都と F 島ですかねはい で、共通点があって、みんなアビスパ用にやり方変えてるんですよね。大分は3バックからアビスパに、アビスパ、こっちがどうすんのかなって話あったんですけど、向こうが44人で、ね、来たっていうね、うちガンバ、ですね。がんばがんばですね。はい,はい。はいうん、で、京都も、 システム変えてきたのかな、ね、433、スタートが442です、ね。442で来ましたよね。はいはい、F とは、だから昨日、いつもの形で崩してゼロトップみたいな形で中盤試合に来たと。で、アビスポが負けてるチームは、あの向こうのやり方を押し通されてるんですよね。要するにあの どういうことを言いたいかっていうと、アビスパにはまともにやったら勝てんと思っているチームがいるっていうことですよ。ガンバにしても、京都にしても、エフトにしても。で、じゃあ鹿島とかなんとかどうかっていうと、いや、自分たちのやり方でアビスパの弱いところをついて勝とうとしているチームと、あの、アビスパ対策、あの、同じアビスパ対策なんですけど、アビスパになんとか勝ち点を取るために自分たちのやり方を変えてくるチームと、 自分たちのやり方を押し通して、しかし、えー、相手の弱点をその中でどうやってつくかってやるチームと2種類あって、やっぱりアビスマーが勝ってるチームは大体変えてるんですよね。で、うん、それは向こうがボケ穴掘ったってよりも多分、まともにやったら勝てないかもしれないっていう向こうの肌感覚が多分あるんだと思うんですよ。監督がね、きっとね。あの、自分たちの特徴と、それは、あの、 単なる感情的なもんじゃなくて、いろんなデータとか、自分たちの強み、向こうの強み、こっちの弱み、相手の弱みってこう比べたときに、要するにガチでいくと不利だなって思ってる。だから、そういうチームに今、アビスパなったってことだと思うんですよね。あとはあの、いや、今だから逆に、今、アビスパは自分たちのやり方をや,やりながらあの、相手の弱いとこ、ろどうやってついつくかっていうことをやってる、多分やってると思うんですけど。 あのそういうやり方でもう一個上がると、その今、勝たせてもらえないチームに、えー、勝てるようになるのかなと思って、まあ、そこが次の壁なんじゃないですかね。あの、中位から上位に行くところのね。だから、我々が思ってる以上に、あの、周りからの、その、なんだろうな、あの、去年やられたから今年やられない、やられないぞっていう研究と、 アビスパは手強いから、あの、研究しないと勝ち点取るの難しいよっていう二つの対策が多分あ,あって、今、アビスパは、その、そういうチームに今なりつつあるのかなって、ちょっとね、実は参照した相手のやり方を見てて思ったんですけどね。え、うん。どこあ、ジョコも、渡りも入れたいと、タツギンそうですね。うん。う アメクリさん、スペイユニがかっこいいという意見しか聞かなくて、私も思わず買ってしまいました。かっこいいですよね。あとね、スポンサーの方がご協力いただいて、ロゴも統一感があって。そう思います本当にありがたいことです。あと、オレンジロームさん、北島選手のプレーが良い意味で田中達也に。 似てきた気がんさん、隣の方がサッカーを初めてということで、ついつい聞いてしまいましたが、バッ、うん、クスタ4000台の値段はそんなに高いとは思わなかったそうですと。別の方はコロナで PCR 検査を受けた時点で出社できない規定があるということで、人が集まりやすい場所に行くのは難しいと思っていたそうです。 少し緩和された部分もあり、来られたそうです。感染はどちらの方も楽しいですね、と、笑顔で変えられました。まあ、高い安いはね、あの、あれだと思います。どう感じてもそれはしょうがないと思いますね。で、例えば僕お酒飲むんですけど、お酒飲みに行って5000円は普通に払いますけど、僕お昼ご飯に1000円払、使いたくない人なんですよね。高いと思うんですよ、お昼ご飯の1000円って。で、そんなもんなんですよ、ね、値段って。 だから、あの、あんま気にしないことが一番いいと思うんですね。払える人は払ってくるし、だから相場以上になったらどうなんだってあると思うけど、相場である以上、あれじゃないですかね。例えば僕ライブには行かないんですけど、ライブで一万円、僕ライブに行かないからライブの1万円って高いと思うんですけど、ライブ行く人に1万円高いって言ったら怒られると思いますけどね。当たり前ですけど。だそんなもんだからあんま気にしないでいいんじゃないですかね。相場である分にはしょうがないと思うし、うん、逆に言ったら、 どうなのかなあ,あの、まあ値段がいくらかは分かりませんけど、このチームの試合に5000なんか出せないよって思われたら嫌じゃないですか。僕はいつもそう思いますけど、ね、<laughs> アビスパの試合に5000出せないよって言われた方が嫌だけどな。5000払う、まあ、そこはだからクラブも努力してもらわなきゃいけないし、やっぱ5000払っても見たいとか、6000払っても見たいとか。 やっぱりそういうチームになるべきだと思いますね。うんうん、それは席手にもあると思うんですよあの。メインのスタンドの真ん中で今いくら8000ぐらいするんですかね。うんうん、あそこに座って8000の価値があると思,う思わせるあの、やっぱりその試合運営っていうんですかね。試合の内容も含めて。それが、そっちの方が大事じゃないかなと思いますからね。うん。 投矢と森山君が見たいってことですかね、達也キングさんね。頑張ってほしいですね、北島頑張ってんだから。そうです、そうです、もう本当。ん、ええ、奈良選手に関してはなんというか、相手選手にとってはことごとく足元の石というか、相手にとっては大事な時に常に足元に奈良のつま先がボールを必ず触る印象です相手にとっては嫌な選手なんだろうなという感想がよく湧いてきました。う え13北島選手について先週、竹丸と申しゃってたように私も今季、ルキアン選手といることや複数得点という課題解決にある程度、パサーと呼ばれる選手が必要だと思っています。役回り最適な選手が出てきたことで攻撃のリズムが良くなったと思います。守備、うん、のタスクをクリアすることが彼のポテンシャルを上げると思いますが、よく言えばフィジカル的な強度が上がるとさらに脅威的な選手になる気がします。そうですね、うん 確かにち、まあ、フィジカルのところはね、まあ、確かに長友選手とかね、アダウトム選手とこの前マッチアップして、うんうん、まあ、そこは多分本人も分かってると思うので、課題っていうかね。うん、そうですね。そこ,こからかなと思います。うん、ここからですよ。うんうん、あと、パサーっていうところで言うと、うん、あの、北島選手もそうなんですけど、この2試合多分感じてらっしゃる方もいるかなと思うんですけど、前選手と中村選手が高い位置を取るシーンっていうのはかなり増いかなと。はい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 、はい。思いますね。多分、すごくこう、 最終ラインの設定が高くなっているっていうのも一つ要因としてあると思うんですけど、うんうんね、そうやってあの中盤のセンターの2人の選手がこう前に行きやすい環境ができているかなっていうふうに思っているので、逆にこうそうやってそこから前選手から中村選手からルキアン選手っていう形も出てくれば面白いと思いますし、そこはちょっとこれからちょっと注目してみたいなと思います。そうですね えっ、ー、と、MSO さんが、こんばんは。よろしくお願いします。あお願いしおリスタ行きますと、七月かなあ。アベーでってことかな。そうですね。うん。うん、えー、っと、サンティエスさんサンスは湘南線と浦和線は行ける。 キ,ングキックアンドラッシュさんはい、はいお、京都札幌の会話を聞いたのですが、うん、サンガスタジアムのマンションは全て売れているそうだ。うん、亀岡市で一番高いあマンションだそうです。そうでしょうね、駅の裏側行きましたけどね、うん、3階建てがほとんどなかった気がするんだけどな。うん、高い建物は本当、あのマンションぐらいでしたね、ね確かに、ね。京都はなんか、でも、そっか、あそこは都心部から離れてるから、そんなに制限ないのかな。 そうですん、街中は確かね、制限があると思うんですからね。うん。まあ、これから、なんか街が出てきていく。まあ、そうでしょうね。これからそんな感じですね。そんな感じでしたね。これから分譲していくんじゃないですかね。うん。どうは、桑原さん、遅くなりましたが、あと、こんばんは、あと、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、戦、ゴール裏から終始歓喜のおたけびを上げっぱなしでした。おかげでお酒が進んで、最高の一年でした。 昨シーズンもこの時から6連勝しましたよね。7日は湘南に勝って、練習を伸ばしましょう。今のアビスパならできると。そうですね、ここからですよ、そうですね、ここから。うんはい、JJ さんは、金森はサイドよりフォワードの方が活躍しそうじゃないですかと。もともとフォワードの選手ですからね。まあそうですね。うん,うん、うんうん。どこ、うんと。 ジュンヒロカドさん、攻撃面で言うと、渡り選手のような飛び出し、うん、飛び込みスタイルが絡んでくるともっと良くなると勝手に思ってます。うん,うん。まあ、そうですね。渡りもそろそろ出番が欲しいですね。そうですね。うん、はい。ジュンさんあ、今日もありがとうございました。今日は久々200人がお、ほんだ、たくさんいいた,だたい。<う>ありがとうございます。ます練習戦ですが、この流れを止めず、湘南に完全勝利で来週から ACL 組につなぎたいです。うん、そうですね。 連休最後、勝利で締めて来週を気持ちよく迎えたいです。はい。エクコリンさん、先ほどコメントにあったんで、不当の渡辺選手の一部、の覗いてみたら、やはり東京が90分間ずっとアビスパの土俵で戦ったことを、ああ、なるほどら、ねうんうん、しかし、選手がこうやって自分の出た試合を解説するって斬新だなと思う てしまいました。うん、年少に聞いたことないですね。そうですね。現役選手がやるのって聞いたことないですね。うん、いや、クラブすご悪くないですかね、うん。そうですね。うん。うん、あの多分ね、本音は誰も言いたくないと思うです。監督も選手も、うん、どういう試合だったかっていうのは、うん、だから珍しいんじゃないですか。う,すねうん、うん。現役選手やる現役選手がこう振り返るっていうのは珍しいと思いますね。 かなり微妙な話も出てくるだろうしね、生だったら。まあそうですね、<ん>そういう戦術的なところもね、うんうん。なんで下がったんですかとかね。う <laughs> どうするんだろう。でもシーズンオフとかはなんかいいかもなと思いますけどね,まあすねなんか振り返ってもらってみたいなのはねの。やっぱりね、なんだかんだ言ったって、ピッチにいないと分かんないことって山ほどあるんですよね。うん そうですね、いくらそのサッカーたくさん見てた,見てたりたくさんあの、本当にサッカー詳しい人が見てても、やっぱりピッチの中に立ってみないとわからないことっていうのはいくらでもあるので、あのそこに立ってる人の,の感覚とか意見っていうのは、すごく価値があると思いますけどね、だからうん、うん、シーズン終わりとかね、終わってからとか言っても差し支えないときにこうやってくれるといいなと思いますけどね。 ヘクゴリンさん、ああ、読んだので、青足おう、タツイキングさん,ん。あ、クルークス選手、あなんかね、ちょっと出てたみたいですね。<ー>ちょっと見れてないんですけど。そね、あ、うん、そうみたいですね。うん、うん。トトさん、あ、無料記事、そういう背景があったんですね。と、丁寧なご説明ありがとうございます。ぜひ読みたいので、早速有料登録します。すいません、あ,<ー>ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ジョヒロカドさん。 えー、気持ちよいのは止まりませんが、節のスタメン予想をとこれはちょっと、全く分からんな、中3日だし。そうですねちょっとかんない、ね、間違いないのは、村上と、うん、まあ今度は宮とグローリーかな、うん、まあグローリーは出てくるんじゃないかと思うけど、そうすね。 こうかないや全然わかんないよこれわかんないで,でなんかもう願望というか見たい選手か、まあ、<laughs> 本人出るっつったからここはこうしてここはこうだろうなこここここうじゃないかとりあえずあだ、まあまとりあえずこうじゃないかな、まあ、多分ね連戦ながら5人交代含めて組んでくると思うんですよね、うん そうですね。はい。うん、と思います。だから先発っていうか、先に出るか、後が出るかって、そういう違いだと思うんですよね。うん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 。そこかな。ちょっと長く出た方が、ここ、うこ,これ、もう一回来るかな。柳の様子がちょっと練習みたいだから、全く分かんないですよね。そうですね。うん、ちょっと分からないです。 ここどうすんだろうでも、こここう持ってきちゃうとだうな。まあ、こここれでとりあえず行くかな。こっちはこうすると、しかし、ここ誰出すんだは、まあ、い,い、これにしよう。あ、でもこれはないかな。うん、ちょっとほ、あの、時間も押してきたんで、じゃあ、これでこれにしました。はい ええと、かなちょっと待ってね。はい。もうちょっとでいいですかね。いねいやここはね、あれ、どこいったどうやったちょっと待ってよ。あ、来た来た来た。はい。えっ、ーはい、ああ、そうですね。竹丸君はグロー、うん、リー、宮湯沢ザはい。 ね、あそうですね。うんはい、で、真ん中が中村と前。ここがちょっと、ああ、重弘選手ですかね。重弘薄いよう、ね、な、はいはい、けどでも前もずで出ずっぱりだから。ああ、そうですね。うん、ああ、田中ね、田中、北島、<あ>そうね。かなと。うん、その前線の並びに関しては、やっぱ、 好調だ。もう、まあ、結果出した選手を、ねうん、いいところを、疲れたいなっていう意味で、うんでね、ルッキアン選手、田中選手。あ,あ、そうか、田中選,あ田中選手、疲れてないんだよ、あんまりね。そうですね、後半、半分だけだったんで。じゃ、多分中村壮談でスタートして、田中達也先発で、 あとこう、いじくり回す感じですかね。北島も結構出てるからな、うん、若いけどな。でも若いからまだやれるって感じもあるしな。うん、そうですね。うん、あの、ルヴンの湘南戦でいいイメージを持ってると思うので。はいはい,はい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 。なんかそこら辺も含めて。ああ、そうね、うん。そうですね。僕、この、だから僕、湘南戦ポイントは2つあって、あの、うんあ、3つか。まあ、まずバトルで負けないっていうのが前提で。はいはい,はいはいはい。そこからこう、長いボールをどういう。 あの、前からガンガン来るので、基本的には、レス。長いボールを生かすために、多分僕は宮選手を、あの、最終ラインに置いて。はい,はい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 。で、ウェリントン選手対策でグローリー選手で、センターバックですけど、長いボールをどう有効に、背後にボールを落とすところと、あと北島選手、山岸選手のところで、うまくこう、結構バイタルエリアが、 開くなっていう印象があるので、そこをこの2人でうまく使ってほしいなというところも込めて、こういった先発メンバー、そこら辺がちょっと湘南戦ポイントになるかなと思ってら、そ、ね、メンバーを選びました。多分交代含めての16人かで組んでくると思うんで、はいはい、ちょっとその辺も注目してね、見ていただけると面白いんじゃないかなと思いますね。じゃあ、ちょっと半過ぎたからパッて行きますか。はい えーっと、あとジンッジョン・グさン。ナジョン・マリ選手ああ、なんかね、どう、実際のところ、どうなのかね、わか,かんないですけどね。インガンド・キック・アンド・ラッシュさん、ゴールデンウィークだからなのか、東京戦サッカーに興味なさそうな人が多く見られ、入場者数が普段より多いのが嬉しいのですと。しかし、コカリンが大声で高圧的な詰め寄るなど、せっかく買ったのに後味が悪かった。 ですと、名は守ってもらいたいです。そうですね。分身さん、3連勝で次の週末に勝えっと、あ、フォワード陣はそうですね。ちょっと、どうでしょうね。あと、アビオさん、F 党の渡辺選手の印象ですね。試合前からアビスパには苦手意識が選手全体だとた アビスパの戦い方が徹底されていて、やっぱり、そういった相手にはなかなか自分たちのサッカーができないとおっしゃっていました。アビスパのサッカーに飲まれてしまったと言っていました。ああ<ー>、じゃあ、なるほど自分たちでうまくいってないって認識してるんじゃないですか、これ。そうでしょうね。うん。うん、だから、やっぱ、子で戦ってるっていう認識が選手の中にあるってことじゃないですか。だから、こっち、うん、組織で来られると勝てないよねっていう。うん,うん、うんそんなこと言っていいんかな大丈夫かな試合出れなくなるんじゃないですか、これ。 僕は監督だったら出さないですよ、よ、ね、<laughs> そういうね特に外国人の監督ってうん、うん、そういうのはいろいろとねうん、うん、厳しいですからね。とか、おジンさん、スペインやドイツ18歳ぐらいで出てくる選手はゴロゴロいて、うんうん、20歳前半で中堅クラスの感覚ぐらいだそうです。 先日、ロッテの佐々木投手、完全試合達成しましたが、次の登板でフルで使わなかったことがありましたフの間では、なんで完当させないんだと言われたそうですが、やはり力を持っていて、1年通してやれる体ができていないということが、コーティングスタッフの判断があるそうですう松木選手、北島選手も活躍してもらえたけど、長く活躍してほしいので、大事に見守る雰囲気が大事だと思います、うん、これ畑違いますけどね、落合博満が、YouTube チャンネル始めたんですよね。 で、プロ野球界ではお流って言われて、あの、なんか独特なことやってるようなこと言われてましたけど、まあ、確かに口の利き方なんかそんな感じなんですけど、チラッと見たらね、どこが独特なんだと思いましたけど、すごくあの、あれです、まともです。だから、そういうことを、 野球界ってやってなかったんだなっていうのをすごく感じますね。で、多分この若手の使い方なんかについても具体的に選手の名前を挙げて話してますけど、興味ある方は見ていた、見ると、あのプロが若い選手をどう見てるのかっていうのがこう知れて面白いですよあの。ちょっと興味ある方はご覧になられたらいいかもしれないですね。え続いてが、えっ、ー、と、大英のお店、あ大英は。 昔言ってましたはい <laughs> <laughs> あと新秀シシさんこんばんはあこんばんはありがとうございましたと今週もえーと次の湘南仙もしっかり買ってゴールデンウィークを締めくくってくださいとうんはいラーメンさんアビスは本当にチケットばらまきなくなりました昔、うん、メルカリでゴールドは2枚600円で売っていたのが懐かしいと <laughs> か売ってたことあったなそういえばな<ー>うん うん、こんばんはあ、ピノさんですね。うん、こんばんはと、と、えー。フェアアップレーションのことが今年気になります。試合開始が遅れると、ポイントがぐっと下がるそうなのですが、うん、いつも審判、選手の入場がなかなか始まらないので、なんでだろうと思っています、うん、えっと、多分、ラジオの関係じゃないですかね。だから、えっ、ー、と、3分っていうのが多分、正式な時間じゃないですかね。 うん、そうですね、えーうんうん。あの、信川さんも何、聞く予定何分ですよって言ってますけど、ダゾンが最初コマーシャル入るんで、それ待って、コマーシャルだけでってことで、多分何,何時3分とか、4分が定例だと思います。はい。うんうんえー、30分かな、うんうんうん、あと、健ンさん、見ている人が面白いかとどうかより、勝てるサッカーやってればおのずと、 今、チケット代が脱当と考える人も増えると思います。うんうん、あと近い将来タイトル取れれば、チケットが高いという考えはより少なくなるかなと。湘南戦勝てるよう頑張りましょうと。そうですね。チームがやることはまずそこですからね。そうですね。うん、はい。えー、淳さん、えー、去年のこの時期から6連勝が始まったかなと。どれだけ勝ち星上げて夏を乗り切れるかと、ね。そうですね。ここからやっぱ波の切っていきたいところですよね。はい。うんうん。 三鷹さん今日もありがとうございました。湘南戦、川崎戦、現地参戦します。<ー>現地に中倉さんに挨拶できたときは連勝なので、次節も即お願いします。<laughs> <laughs> 分かりました。どこかであるといいですね。うんうん、あ逆に不当戦のスタメンでやってもいいかもと。<laughs> なるほど。なるほどね。うん、えー、7位はミスをしないようにということですね。辰さん <laughs> はい。m スさんもありがとうございました。と。 あベスストア、ね、ーターラポータララララねじゃあそんなことで今日,今日は今日はあの皆さんにもたくさん見ていただいて大幅に時間オーバーしましたけども、はい、まあたまにはいいんじゃないかなと <laughs> えっとそうです、ね、次は、えー、あさってですね7日湘南戦ですけどせ、はい、っかくこう勝ってね うん、波に乗りたいところなんで、まあ、スタジアムに足を運んでくださる方も、えー、それぞれの場所で応援してくださる方もいらっしゃると思うんですけど、えー、ぜひ皆さん、アビスパに熱い思いを届けていただいて、えー、みんなで、ね、3連勝したいと思いますんで,、はい、で、来週は3連勝で番組を迎えたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。